ハロー YouTube! どうも、太郎でーす。はい、今回はですね、トーナメンターはみんなやってる、プラス一匹を釣る戦術、参戦ということでですね、今回はですね、あの、休日のエリアトラウトでも、あの、薪の釣りでね、めちゃくちゃ釣ってる、まあ、通称ね、トーナメンターたちが、基本的に意識している、一般のアングラーさんたちが見落としがちな戦術を、今回はね、皆さんと共有していく内容になりまーす。 はい、当チャンネルは関西のエリアトラウトの情報やタックルのインプレッションをしているチャンネルですので、興味を持った方は通知が届くようにチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、それでですね、えっ、ー、とね、魚を釣るまでの順番で内容を解説していきますので、釣り場についてからね、動画を見ていただいても結構効果的かなと思います。はい、それでは一つ目ですね、エントリーする釣り座のポテンシャルを把握するということで、なんのこっちゃ と言われますと、まあ、特にね、あの、初心者さん、明日、缶釣り行くよとか、とりあえず、釣り場着いたけど、どうしていいか分かんないという感じなんですけども、まあ、まずはね、あの、釣り場でお金を払ってくださいっていう、ま、冗談は置いといてですね、ま、あ皆さんね、あの、管理釣り場行ったら、まあ、料金を払って釣りするわけなんですけども、やっぱりね、あの、釣り堀でもね、釣れる場所、釣れない場所っていうのがね、あるんですよね。まあ、基本的には、えー、流れ込みですね。一応ね、あの、下手ですが、図は書いてるとは思うんですけど けども流れ込みインレットと呼ばれるあのー、釣り堀でもね上流に当たるような場所からエントリーしてもらうと OK です管理釣り場さんっていうのは大体いい流れが全体に行き渡るようには調整されてるとこは結構多いと思うんですけどもちょっと自然子タイプの釣り場ですとやっぱり流れが当たってたり当たってなかったりがすごく出たりとかもするのでやっぱり初心者さんはねそういうとこあまり行かない方がいいかなと思いますだからただねあのー、真冬と とか、急に寒なったりとかでインレットの水が言ったその釣り堀の水温よりも極端に低いとか、そういう状況になると、逆にアウトレット水を吐き出す。口の近くの方が魚は溜まりやすいとかいう傾向にもなったりするので、まあそこまでね。上流ばっかがいいよ。とは言い切れないんですけどもまあ特に夏場なんかは本当に上流ばっかりで釣りするのが一番数を伸ばせるかなということでですね。やっぱりその水が動く。場所で釣りをするっていうのはまず最終的な釣。 かかななり影響すするかなとといいう要素でございますと初めて来たけどなかなか釣れないって方ね案外その厳しめなとこで釣りしてる方が多いですねやっぱり夏場とかやと魚の魚影とかが濃くなるのであここ釣れんねやって分かるんですけどもね冬場とか結構ボトムに行いがちな時はちょっと分からないのでまあその探す手間は省けますかねはいなんで一応インレットでやるのがいいんですけども大体トーナメンターの方っていうのはねそこら辺で釣りすることが多いんですよねやっぱりあの釣れない とわからないことって、まああのエリアトラウトに限らずですけども、あるので、やっぱり効率よく釣ってるのがトーナメンターかなという感じですね。はい。で、そこからいいポジションにつきましたと。で、さらにそこから、そこから超過を伸ばしていく方法もありまして、それはそこからね、また、まあ、いい場所をつきました。で、そこから数をさらに伸ばしていく方法なんですけども、立ち位置をね、 一歩下がるっていうのも効果的で、まあその一歩下がった分ね、沖のキャストは一歩分届かなくなってしまうんですけども、メリットもかなりあって、クリアポンドだとね、長時間釣りしてるとね、魚が沖の方にね、逃げていくんですよね。はい。あの、手前に流れがなかったりとか、つく要素がない限りは結構奥に行きがちやとは思うんですけども、それをね、一歩下がるだけで結構変わったりするんですよ。で、さらに一歩下がってる状態なので、さっきまで一歩前に出てたことで、探れなかった、ごく手前ですよね。 も探れるようになるので、まあ、要はあれですねルアー回収寸前まで食わせれるっていうチャンスが発生しますねでそれで最終的に一歩一匹2匹のバイト率っていうのは増えてくるとは思いますはい、そんな感じでねいくら管理釣り場とはいえどね釣り座や立つポジションなので結構ねが変わるという内容でしたはいそれでは2つ目糸でチャンスを増やすです まあ、釣る数をね、増やす上で重要になってくるのが、糸の太さで、やはりね、細い糸になると、バイトっていうのは増えるんですよね。ただちょっと勘違いしてほしくないのは、細いイコールせこい じゃないとは思うんですよ、ね、だからそのラインが細いイコールセコイっていう考えはちょっと一旦外してもらった方がいいかなと糸を細くすることによってメリットっていうのがあって単純に飛距離が出るまあやっぱりあのー、キャストをしてあのや,やっぱりねあのガイドの抵抗も少なくなるのでキャスト時に飛距離が出る糸が細くなるってことは引っ張る力も当然ね弱くなってしまうのでスプーンとかのね軽いスプーンとかの巻き始めの動きが明らかにね立ち上がりが良くなったりもするんですよ、あのーまあ、最近あの水槽でルアー泳がしてる 動画とか撮ってるんですけども、やっぱりね細い糸の方が動かし出しっていうのが明確に良くなるので、ラインを細くするとスプーンの立ち上がりが早くなる。あ特に軽いスプーンの立ち上がりが早くなるという感じですね。 だから重いスプーンもまあ多少は良、ね、くなるんですけどもね。まあ、バランス的に言うとはまあ細い糸で軽いルアーを使っていくっていうのがいいかなという感じですね。なんでね、特にあのスプーニングで限界を感じてる方とかは、一点ねあの、糸を一段階細くしたりするなど、ちょっとチャレンジしてみて、魚のチャレンジしてみるとスプーニングとかに限界を感じたりとかした場合は、今使ってるラインよりも一段階細くしたりすると、魚の返答が結構変わったりするので、おすすめですね。で、一応、まあ、このこれですね。 あの僕がメインで使ってるフロロラインのシーガーさんですね。シーガーさんのこのリバーシなんですけども、これ1.5ポンドなんですよ。あのバス釣リーとかしてる人らは、えー、1.5ポンドでなるんですけども、大体いいね、これぐらいが僕は標準ですね。あの、これか2ポンド。あのー、まあ、西は千早川さんから、まあ、東は一応東山子さんまでは行くんですけども、大体いいベーシック1.5ポンドですかね。 で、あのー、でかいマスをかけるんやったらさらに上に上げていくんですけども、まだいたい2ポンドとか。で、一応このね、0.45って書いてある右側のこの太さですね、線形っていうんかな。もう一応見ていただいたら、あのメーカーごとによってね、ちょっと微妙に違ったりするので、それとポンド数見ながら、セレクトしていただいてもいいかなという感じなんで、だいたいでも、フロロラインやったら2ポンドでちょっと太い気はしますね。はい。で、僕の扱える限界っていうのは1ポンドまでにしてます。 それ以下のフロロラインまず売ってんのかって話なんですけども、まあ、一応ね、0.351ポンドっていうのが、フロロラインを僕は一番細いですかね。やっぱり全然違うんですよ。飛距離も違うし、立ち上がりも違うし。ただやっぱりその分ね、弱さとかも出てくるんですけどもね。はい。 デメリットも言っておくと、細い糸っていうのはやっぱりラインブレークだったりとか、糸よれのトラブルが多くなりがちなので、あの、セコイって言われがちなんですけども、かなりね、技術いるんですよ、細い糸使うっていうのは。なんで、やっぱりその扱う練習とか、あと、リールの性能も上げていく。僕で言うとね、シマノやったらストラディック以上だと、全然1ポンド使うんで、まあ、なんかそこら辺ですよね。だ1万円後半ぐらいからのリールを使用するなどすると、まあ結構トラブル、 なくいいけるんじゃないかななかと思いますねなのでね使用するには練習もいるわけですねはいラインのカラーもかなり重要でして透明使ってください基本的にははいで僕の場合はあの PE のリーダーやったりとかカラーのエステルラインとかも使うんですけどもそういう場合は基本ロングリーダーか矢尻 まあ、そうですね。50センチ。まあ、1メーター半分。まあ、なんかそこら辺、とりあえず取ります。あの、カラーライン直結だけは、本当に超過落ちるので、こち、ね、初めて行く場合はね、あの、とりあえずカラーラインを避けてクリアのラインを使用してみると、やっぱり超過ちゃうんでね。あと、カラーラインですと、魚逃げたりするので、 その場を潰しがちになりやすいので、基本的なクリアのラインで釣りをしていただくのが超過につながるかなと思いますね。はい。で、二つ目の項目は、糸でバイトチャンスを増やすでした。はい、それではね、三つ目なんですけども、三つ目は、フックの管理をするということで、皆さんね、あのー、本当に、 毎回ボコスカ釣ろうと思ったら、服の交換、針の交換っていうのが重要で、まあ、個人的にはね、エリアトラウトの超過の50%はね、もう針影響してるんちゃうかなというぐらいね、針は重要で奥深いものになってますと。まあ、例を言うとですね、投げてるルアーが今日の当たりからだったとしても、針が折れてたら釣れないのは当たり前なんですけども、見た感じにあの形が保っていても、実はね、機能しなくなってたりとかする場合もあるので、 今回ご紹介する、まあ、プラスワン1匹釣る内容の中でも一番重要な項目かなと思いますね釣り針のないルアーで魚は釣れないんでね、はい、そんな感じの内容ですね はい。それでですね。まあ、あの、フックの形状とか、太さとかを語り出すと、別の動画が作れるぐらい、かなり情報量多くなってしまうので、まあ、今回はしませんが、ま、ある程度ね、あのー、交換のタイミングとかだけお伝えしていこうかなという感じですね。じゃあ、簡単なフック交換を疑うタイミングなんですけども、魚がね、何回もバイジとしてきてるのに、フッキングしないとき、まあ、もうこれも要注意ですね。で、その、 結構それってやばい状況で何がやばいんかっていうとあの何回もバイトしててかからない。 ってなると魚がね飽きてしまうんで、すよねなんでできるだけそういう場合は早い段階で針を変えてしまうと。まあ、ルアーを変えるって手もあるんですよ。まあ、単純に色とか合ってない場合もあるんですけども、まあ一応ね、その、もう口まで加えててかからないってなるんやったら、早めにフック交換して、次のキャストで釣ってしまうというノリでいいかなと思いますね。だからそういう細かいシーでもフック、フックは交換していかないといけないという感じですね。次は2回連続バラしたということで、 あバレたで次のキャストもあかかったけどあまたバレたってなるともう即疑ってください、まあ、正直一回バレただけで疑うべきやと思うんですけどもでも大体そのトーナメンターと呼ばれるような人だって、まあ、これならバレへんやろうとかそういう技もあまりかし持っとるのでそれで一回バレただけでもまあ疑う基準っていうのは持ってるんですよそのねプライベートでも、まあ、試合でもないのにそこまでする必要あんのかって言われたらまあそうなんですけども まあできるだけ釣りたいという方は日頃の豆めなフック交換っていうのは重要な要素になると思いますねであとはやっぱり大きな魚を釣った後ですね基本的にエリアトラウトって言ったらエリアトラウトのまあトーナメントとかまあ通常使いで使われてるような 2g 台とかのスプーンとかだとそこまで大きい針って付いてないとは思うんですけどねあまあ、トーナメント使いやったら多分6番ぐらいかな6番 6、4ぐらいやと思うんですけども、まあ4番でも、おっぱりね、50、60とか、2じマスかけた後は、もうしっかりとフックチェックした方がいいですね。で、個人的なフックチェック方法なんですけども、よくやるのが、親指の爪にこれ乗せて滑るかどうか確認しますね。これで乗せて滑らんのやったら、まあまあ張り立ってるやろうなと。あんま押し付けすぎると先潰れちゃうので、まあ、こんな感じでちょっと、 こう滑らんかなとかちょっとグリップあるかなっていうのを確認して滑るようであれば交換します。 それが、ま、基本的なチェック方法ですかね。まあ、ただね、これ一応、身体を傷つける行為なんで、まあ、結構ね、爪ちょっと傷いっちゃうんで、おすすめはしませんと。あと、女性の方でネイルしてる人も、もう、もちろんね、おすすめしませんし、ま、あもう、疑うことなく、フック交換したらいいんじゃないかな、という感じですね。で、一応ね、あの、今回、針の終了説明せえへんって言ったんですけども、大体、釣り具屋さんで、どれ買ったらいいのかってなると、基本的に、普通のレギュラーサイズを釣るんであれば、ま、あこれですかね、 シャープ6って書いてるのとか、シャープ8って書いてるの。まあ、それでも太い細いとかもあるんですけども、だいたい6、8ぐらいがいいっすかね。で、やっぱ最近、そうっすね。まあ、初心者の方とか、まあ、だここら辺でいいかなと思うんすけどもね。本場やったら、あの、シャープ10とかも押したいところなんですけども、まあね、そんなに一気に買えないと思うんで、6か8を買っていただければいいかなと。であのその、行ってはるエリアの虹マスのサイズがでかいって分かってるんやったら、6とか四でもいいですし。 あのー、小針の方が確かに釣れるとかかかりいいシーン。 とかはあるんですけどもやっぱりあの手前に寄せるまでに針自体の弱さで逃げてしまうバレてしまうっていうのがあるんで、まあ、68ぐらいがちょうどいいかなと迷ったらなんかここら辺買ってみていただいてもいいかなという感じっすねはいやっぱりこうトーナメンターとかバシバシ釣ってる中で初めて来た方とかなんでこんなに差出んねんやろうって思う方いるんですけどもやっぱりね皆さんねそういうとこ詰めてらっしゃいますね上手い人はあのフックとかが特にこの釣り場に合う針とかいうの大体みんな知ってるのでやっぱりその差が出て当然という感じになる のでまあ、そこら辺はねあの聞くのも早いんですけどもねやっぱりあの聞くの恥ずかしいってもじもじくんたちは結構視聴者さんに多いと俺は思ってるのでやっぱここら辺でねちょっと勉強していただいて評価を上げていただければなという感じでやってるんですけどね。はいということで3つ目はフック完了するということでした。 はいということで今回はトーナメンターがみんなやってるプラスワンを釣る戦術ということで最近ね結構自分の思考をね動画にするとね感謝されることが多いので今回はねあのライトユーザーさんがステップアップするための内容をご紹介しましたあのルアーの種類増やすとかもうまあ大事なんですけどもまあこういうね細かいことで一匹一匹積み重ねて上手くなっていったっていう方々がやっぱり多いのでやっぱりなその一人で管理釣り場とかで釣りしてて気づくことっていうのはやっぱり少ないと思うので こういうのでやっぱり情報をインプットしていただいてみんながねあのバシバシ吸っていただければね僕も嬉しいとは思うんで、ね、あの正直ね結構ねいまだに見るんすよバスロットで初めて缶釣り行って坊主で帰っていく悲しいキッズたちをやっぱりね、まあ、別に聞いてくれたら教えるんですけどなんかこっちからねあのー、なんかなんか態度でかいじゃないですか、うん、教えたるわみたいな,なんかそういうのもまあできないので、まああのー、初めての方は、まあ、こ,この動画見ていただいたら運が良かったかなと、まあ、そういうもんなんやって。 理解ししていいいただけければいいかなと思うんですけどもね、はい、でもしねね今回の内容をね実践して「あなんか超過増えました」とかそういう方がおられましたら是非コメント欄に書き込んでいただけると励みになりますのでよろしくお願いしますはいそれでは最後までご視聴ありがとうございましたじゃあねー That we've all had enough One keeps you up at night, yeah Make all the deep